S7 航空778便着陸失敗事故とは2006年7月9日7時50分頃にモスクワからイルクーツクへ向かった S7 航空778便エアバス A310 がイルクーツク国際空港で着陸に失敗した事故であるこの事故で乗員乗客の合わせて203名のうち125名が死亡した S7 航空778便は モスクワからイルクーツクへ向かう国内定期便で使用されていた f r ジャップはこの日第一エンジンの逆噴射装置を運用許容基準の要件に沿って不作動で運行していたイルクーツク国際空港へアプローチするまでは順調で無事滑走路30に設置した機長はスポイラーを展開させ第二エンジンの逆噴射を作動させたしかしフライトデータレコーダーによると 第2エンジンの逆噴射レバーを戻すのと同時に第1エンジンのスロットルレバーが離陸水力位置に動いた。水力が増加したせいでスポイラーとオートブレーキは解除されて機体は加速した。左にある第1エンジンの水力が増加したため機体は滑走路を右にそれ始め、機長は左の方向だペダルとブレーキを踏み、副操縦士は 第2エンジンの逆噴射を作動させたが止まりきれずに滑走路を飛び出した。柵にぶつかり、第1エンジンが脱落し機体はコンクリートのガレージに激突して炎上した。事故機には195人の乗客と8人のクルーが搭乗しており、125人が死亡し、乗員3人、乗客75人が救助された。事故原因は着陸後に機長が、 第2エンジンの逆噴射レバーを戻した時に誤って、第1エンジンのスロットルレバーも一緒に動かしてしまったパイロットエラーだった。副操縦士が速度計とエンジン計器の数値を読み上げなかったため二人とも気づけなかった。副操縦士が数値を読み上げていれば事故は回避できたと思われる。事故機は1987年に製造され、パンアメリカン航空に納入された。 製造番号は442、登録記号は N812PA。1991年に同社が倒産した後、デルタ航空に移籍、1995年まで使用された。同年エアバスケイリース会社に売却され、翌1996年よりアエロフロートロシア航空が使用し、2004年からはシベリア航空にサブリースされていた。 ロシア機着陸失敗、炎上約150人死亡か。CNN、2006年7月20日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年12月15日閲覧。インターステートアビエーションコミッティー、イングリッシュトランスレーションオブザファイナルアクシデント、レポート。 h <ッ>、er e、t、e、t p ュ w w w b a a r r o b u r e a u o f e n q i r y a n d a n a l y s i s f o r c i v i v i a t i o n s a f e t y 2 0 1 8年10月閲覧。ありがとうございます。